DJ 社長が TikTok で12人気を応援してる。まあ僕ね、そもそもなんか入れ墨を入れてるやつが、嫌いなんですよ。12人気は正直踏み台だと思ってるんで、本当にやりたいのは、入れ墨入れてるようなヤンキーとか、あと勝ちたいなと思ってます。DJ 社長が TikTok で12人気を応援してる。え ?DJ 社長何、春樹会も12人気派なんですか？何 ?DJ 社長12人気派、俺派じゃないんか。悲しいね。まあ、結局俺は一人なんだよ。まあ、一人でも戦います。はい。春樹会も裏切ったんか。まあ、仕方ないよね。春樹会裏切ったら暴露するしかねえ、春樹会のこと。まあせっかくだったらある程度ね、ある程度名前があるやつっていうか面白いそうなやつがいいかなと思うんですよ。で、あとなおかつやっぱり、まあ、勝てそうなやつがいいですよね。はい。僕別にプロではないんで、うん、やっぱ勝てそうなやつがいいじゃないですか。うん、勝てそうなやつがいいですよね。で、うん、なんか入れ墨入れた人、なんかああいう人が僕なんか生理的にあんま好きじゃなくて、なんでしたか、そのまあそのなんかいろいろ張ったりこいてるみたいなんですけど、まあちょっと試合の動画とか見てみたら、まあ、全然なんか大したことないし、まあああいうね、なんかその入れ墨とかをしてなんかすごく自分を強い怖いっていう風に見せて、相手を威嚇して大きなビッグマウスを叩いて、でも本当は大したことないみたいなやつが僕はあんま好きじゃないんですよね。うん、なんかそのハッタリでなんか世の中がなんかこう騙されるとか、なんかハッタリが通用する世の中って僕はすごく違うかなと思っていて、やっぱ努力した人、本物の人がちゃんと評価される、まあ、社会であってほしいなって思いがあるんで、ああいう人があんま好きじゃないんで、まあ、ああいう人だったらなんか片手間にやってもね、まあ、その会社やりながら、会社経営しながら片手間にやっても、まあ、勝てそうなんで、まあ、やってもいいかなって思うんですけど、どうですかね。うん、まあなんかちょっと片手間で勝てそうじゃね。うん、まあ僕ね、そもそもなんか入れ墨を入れてるやつが、嫌いなんですよ。あんまり好きじゃないんですよ、入れ墨を入れてるやつで。だから別に10人に勝ってもまたやると思いますよ。10人には正直、まあ、前座じゃないですけど、その踏み台だと思ってるんで、本当にやりたいのは、入れ墨入れてるようなヤンキーとか、その実業家っていうところと全然正反対の色が違うようなやつらと戦って勝ちたいなと思ってます。頑張ります。応援してください。